おはようございます。さよさよころです。今日は茶色いドアの前に立っています。何個かコメントでいただいてたんですが、どういう風にゴルフのウェアを収納しているのかで、実はどうしようかなとか思ったんですけど、紹介するのなんせ結構多いというのと家というのもありまして、ですがちょっとお片付けをしてだいぶすっきりしたので紹介したいと思います。まあ、最近寒くて冬物がメインに前の方に出てるんですが、冬物メインに紹介していきたいと思います。じゃあ開けます。じゃん。なんと無印の箱が1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、13個、全部ゴルフウェアです。すごいですね。自分でも私服ぐらいあるんじゃないかなと思います。で、見ての通りですね、アウターとかはこういう、ざっと今一瞬見て見えるところが、アウターとかこういうのは取り出しやすいように結構見える位置に色も置いてます。高いんですけど手伸ばせば取れるんで、ここにバイザーがあって、バイザーと今フェダーのニット帽とかも上に出てるんですけど、バイザー帽子キャップ類があって、見えにくいんですが、この上にバイザーに合わせるその日のマーカーとかね、こういうのを置いてます。マーカーですね。青マーカー、上からいきますかね。こういう感じで基本的に種類別になってます。まず一番上から、ここはこれですね、いつもつけてるフェイスカバーがたくさんたくさん出てきます。服に合わせてこれもいつも変えてるんで、ここからここまでインナーです。ネイビー、白、白、ネイビーで、首があったり首がなかったり、インナーですね。ツルツルインナーですね。ツルツルインナー、ツルツル、ポロシャツの下に着るインナーが多分ざっと見ただけで10枚ぐらい。長いんですよこの箱。この箱長くて、奥に今は履いてないんですが、撮影の時に結構履いてるんですよ。2杯、撮影だと日焼けしないので2杯も結構履いたりします。あと靴下とレギンスですね、いつも履いてるレギンス、ネイビー、黒、そんな感じですかね。一番上は、で次、ここはベストコーナーです。ベストは結構秋も春も着るんで、割とここから動かさないです。この場所から今年のジュンのペちゃんの新作まだ着てない、早く着たい、冬になっちゃった、やばいですね。暖かい時に着たいかな、暖かい冬に。あとベスト以外に入ってるのがちょっとニットも入ってます。サマー、軽めのニット、キャロウェイですね。結構割とこれ薄手なんですけど、こういうニットがこの上段には入ってますね。で次いきますね、いっぱいあるんでね、どんどんいきます。はい、スカートになります。ここはスカートは一瞬で識別っていうか、何がどこにあるか分かるように、もう絶対横っていうか、こういう入れ方しないです。この色あれあれだな、あのメーカーのあれだなって分かるようにこういう入れ方してます。なんかここにちょっとリンゴ色のポロシャツが入ってる。で割と今冬物なんで、こう夏物奥にして冬物前に出して、冬に着れそうなデザインを手前に出してます。ここは全く着ない夏物たちをしまってるので、ちょっといいかなと思います。次、ここはねちょっと下ろした方がいいかもな。冬だけに活躍するものですね。まずレッグウォーマーが 1、2、3、4、5個で、これジュンロペの今年のシャカシャカレッグウォーマーなんですけど、軽いんですよねこういう生地の方が。なんで後半も疲れてこないんで、かなり3色買っちゃいました。でこういうなんか見た目女子力高めになる網のレッグウォーマーです。結構これもウェアに合わせて入ってます。これネックウォーマーですね、首にやるやつ。これミトン、もうちょっと寒くなってきたらミトンが活躍しそうなんで置いてます。あとベルトですね、
ベルト結構もう最近セパレートばっかなんでベルトがないと厳しいです。よいしょ、次なんて言えばいいの。ここはアウターパーカーセットアップが今入ってますね。基本アウターが多いです。ここはもう全部上に着るもの、これはパーリーです。アウターかわいい、かわいいな、これかわいい、すごいすごい着る、すごい着ますね。これは結構薄手のね、こういうこういうシャカシャカのね風通さないやつとかも入ってます。はい、ここはセットアップもこういうこういうスカートと、あ違う、ベストとフリスカートのセットアップ、こういうのもやっぱ見えやすいようになるべく縦に入れます。冬のスカートもうあっちじゃもうどうにもなんない、さっき紹介したスカートじゃもう寒いという時にこれダウン系ですね、もう布団ちゃんですね、お布団ちゃんみたいなスカート、風通さなくて裏もこもこみたいな、こういうのがねいっぱい真冬には大活躍します。で少し最近ハマってるパンツ、まだ4つしかないんですけど、パンツ最近ハマっててちょっと増やしたいなみたいな、4つしかないってびっくり、もうちょっとパンツ履こうみたいな、最近ハマってますパンツ。これ本当はアウターだから上に入れときたかったんですけど入んなかったですね。あ、入った、乗った乗った。で上段はこんな感じです。で実はなんでこんな箱を使ってるかって言いますと、一気に夏になったら上下入れ替えます。でサイズが同じなので、これ以外はあこれも小さいか、でもこの辺もそんなに、まあ、入れ替えるぐらいで平気なんで、もう一気にポロシャツとかを上に差し込んで上段と下段を入れ替えるために同じケースをいっぱい買ってます。簡単にね抜いてね抜いてねスポンって入れ替えちゃうんで。でここはもう今しか活躍しないんですが、ヒートテックたちですね。ユニクロのフリースがたくさん入ってます。ここにユニクロのフリースは冬のねゴルフにねめっちゃ活躍するんですよね。あ出てきた速乾、これじゅんちゃんもやってたのすごいやつね、あったかいやつ。ただこれ1枚だと結構本当に暑いぐらい。でこれフリースがたくさんあって、服の色に合わせてセットアップの時とかはめっちゃ活躍します。色もねたくさんあるんで、ユニクロのフリースは。他にこれね、なんだと思います、タイツ履くんですけど、夏や冬にタイツのだけだとやっぱ寒いんで、その上にスパッツみたいなの履くんですけど、お腹まで隠れるなんか腹巻きスパッツみたいな、これもユニクロです。ヒートテックでも厚さに合わせていっぱい変えたくて、薄いのもいっぱい持ってた。これ薄いヒートテック、これは3枚重ねとかで、これ一番下に着てフリース着てニット着てその上にダウン着るみたいな、あんまりそのかさばるのが好きじゃないから薄いのをたくさん重ねるみたいなのよくしますね。でこれはヒートテックのタイツ、これでも寒かったらこの下に薄いこれ、ね、このヒートテックこれ履いて、この上にこれ履くとかね、そういう履き方もします。なんでねたくさんヒートテックがいっぱいヒートテックコーナーで、ここもう全然今全く活躍しないポロシャツたちで、なるべく色で分けるようにしてて、まあ、赤っぽいの、白っぽいの、青っぽいの、緑、まあ、黒とか、まあ、赤とか、赤っぽいのここだけ、ここだね、君はここです、まあ、こんな感じで割とバッと見て分かるのがとにかく大事にしてます。で最後、ニットです。一
番上に着るやつですね。で去年のモデルたちはクリーニング出してあるんで、今まだ着てないのはこのまま袋に入ってるんですが、もう着たものたちはクリーニングの袋から出して、こんな感じでニットがたくさんあります。ニットは正直ですぐ決めれるから、一番下でも取るの大変じゃないと思って、はい、ここにニットを入れてます。で前の日に私がここでどんな風にやってるかっていうのを今から実演したいと思います。ではやります。だいたい上何昨日この間何着たっけから思い出して、あれ着てないわみたいな、あの感じ着てないなみたいな、まあ、さっき言ってたのこの白ね、これまだ着てないんで、これまず1個合わせたいなってなると、でももうこれから真冬だしな、やっぱ真冬にしようっていう感じです。いつもいつもそんな感じ、そんなね決まりきってないんですよ。下から決めよう。こういう時はこれだな、星にすると上はあんまり柄が合わなくなるので、ね、下に置いてね、下を星にしたらちょっと違う、割と明るい色持ってきたんですね、まあ、黄色とかね、どうかな、なくないか。じゃあこの感じにインナーを白かなって思ったんで、下がネイビーでちょっと濃いめなんで、インナーとかは白の方が明るく見えるかなみたいな、ちょっとカジュアルにね。で寒いからモコモコ帽子、やっぱポイントは全部白にしたらいいかなみたいな、黒でもいいけど黒ちょっと重いかな、グレーもありじゃん。じゃあグレーにして、そしたらレッグウォーマーは白、白かなこの感じだと。そしたらこれはまたネイビーにしたくなるな、はい、でレッグウォーマー、タイツの下に靴下を履くのが私の日課です。で、これ、上これかなみたいな。で、さらに寒そうなんで、こっからベストとか選びます。これだったら、ちょっとなんか素材が違うから、あ、ちょっと、あ、なんかちょっと違うな。ほんと、やっぱネイビーだな。これだな、これ。正直ね、アウターはね、家出る前にね、着てから決めたりする。よくわかんなくて着ないと。こんな感じじゃない？では、できた！できました！完成です！いつもこんな感じで、で準備して、あとベルトね、ベルトも置いて、なんかこうイメージ湧きやすいんで、ちゃんと下から並べた方が、で朝カバンも準備して行こうかなみたいな、前の日からこういう感じにウェアはコーディネートしてます。以上、私のクローゼットとそのコーディネートの仕方といいますか、いつもどんな風に家でやってるかを紹介しました。皆さんはどういう風に収納を工夫してたりとか、もっとこういう入れ方したらいいんじゃないとかあれば、どしどしコメントに書いてもらいたいです。私もね、この間やっと綺麗にしたんですけど、なんかもうちょっと工夫したいなと思っているとこです。なんで皆さんの工夫してるところなどもぜひ書いてもらえると嬉しいです。皆さん、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。コメントもどしどし書いていただけると嬉しいです。以上、三枝心のお宅訪問でした。バイバーイ。